バガヴァッド・ギータ2章の69節ですね。すべての生類の夜には感覚制御者は目覚めていると。生類が目覚めているとき、それは聖者にとっては夜である。凡人と聖者は正反対の世界に生きているということなんですが、自分意識、エゴが目覚めている、それは暗闇である。明暗の基準が凡人と凡人、覚者とでは逆である。感覚世界に目覚めていて、対象世界とあれこれ絡み合うときに、はっきり自分が何をしているかに気づいているというのは、それは明るみではなく暗闇なんですね。聖者覚者にとっては、絡み合うべき対象というのはない、ただ一つの世界ですので、一味平等と言われますように、ただ一つの大いなる命があるだけで、自分があって対象の世界があって、そこで何をしているかに気づいているというのも、まだまだ暗闇の世界なんですね。感覚制御者は目覚めている。自意識が、自分意識が、エゴが眠れば、それが聖剣型の目覚め、光明なんですね。セルフ、仕切りのない大いなる一つの命の各地だけが光明で、分けてしまったらそれは暗闇ということなんですね。生類、エゴを持っている生類が目覚めている時というのは、それは盲目のザレ事なんですね。分別のザレ事はすべてエゴの目覚めは無知無明とありますが、日常世界であれこれ気づいている、まあ気づきなしで日常生活を送ってるっていうと、それは真っ暗闇ですね。エゴが目覚めて、私は息を吸って息に気づいているなどというのも、まだまだ無知無明の世界にいるから、そういうトレーニングをしなければいけないということで、セルフを覚知していたなら、息を吸っているとか息を吐いているとか、体の姿勢がどうのこうのとか、そのような分別は一切無用になるわけですね。で、エゴを持った生類が目覚めていると思っているとき、それはそういうことは聖者にとっては夜なんだ。自分意識があってあれこれ考えたりしているというのは、聖者から見れば闇の世界なんだ。光を探せ、自己をないで、自己の内において光明を見出さないといけない。外の世界がどんなに明るいといっても、それは暗闇だから、自己の内で探しなさい、光明を、というのがアートマ・ビチャーラの教えですね。自己内で光を探せばですね、自己内でって、まあ、変なこと書いてますけれども、外に飛び出してダンプカーやトラックに引き殺される、潰されるということもないから、自己の内における探求というのは、自己がないから安心ですよという意味ですね。